はい、みなさんこんにちは、ステラです。やっとエコーキルティングが終わりました。で、今はまだこうしつけ糸をね取ってない状態なんですけれども、結構しつけ糸は残ってます。まあ、ところどころこうやってカットしながらね、邪魔に なったとことかはもう切ってるんですけれども、まあ、なるべく残った状態ですね。で、裏をお見せします。裏もこんな感じですかね。特に大きいシワなどは入りませんでした。こういうね、狭い部分だとか結構ね寄りやすいんですけれども、まあ頑張ってキルティングしてみてください。ではですね、クッションカバーの仕立て方、今日は45センチです。一緒にやっていきたいと思います。はい、しつけが取れました。今日はファスナーを使った簡単なクッションカバーの作り方なんですけれども、クッションカバーはまあいろいろな仕立て方があると思うんですけれども、まあ一番簡単な作り方をご紹介していきたいなと思ってます。はい、で今回のクッションカバーは出来上がりが45センチです。ですので、縫い代込み、1センチ縫い代込みの47センチ角で、まず本体をカットしていきます。で、線の描き方なんですけれども、中心から、47センチの半分なので、23.5 のところに合わせて引いていきます。で、一つの定規だと少し引きにくいので、定規を2つないし3つ使う方もいます。まあ、例えば真ん中ね、合わせて、ここがね真ん中ですね。はい、で真ん中から 23.5、1,2,3.5 ですね。ちょっと見にくいかもしれませんが、でここの線がね 23.5、 あと真ん中からですね。でこうやって書いていくと47センチになります。ではね、書いていきたいと思います。はい、47センチにねカットできました。必ず中心から 23.5 センチを取るようにねしてくださいね。で今回は裏側に出来上がり線は書いてません。というのも、この裏側に来るこのベースのね生地の方に出来上がり線、ミシンで縫うラインですね、そちらを書きますので、今回はこのキルト本体は47センチにカットするだけで大丈夫です。はい、では続いてはね、裏側のファスナー部分の生地を作っていきたいと思います。はい、ファスナーをねつける生地になります。こちらもね 47×47 にカットしたいんですが、まだカットしないです。40センチのファスナーも使います。はい、ではですね、まずこの裏の生地を中表に半分にアイロンで折ります。横向きにした方が分かりやすいですかね。はい、中表で半分にして、こちらアイロンをかけます。でアイロンでかけたら、このね
輪になってるところから 1.25cm のところに線を描きますね。はい、線を描きます。そうしましたら今線を描いたところをね、これしつけします。はい、しつけをかけ終わったらこの輪のところをカットします。でアイロンで割ったら出来上がり線の45センチを描いていきます。なるべく真ん中に45センチが来るように上下を置きます。45ですね。縫い代が外側にね1センチつくので端っこから取らないようにしてくださいね。まず45センチ描きます。で、中心から23.5です。22.5ですね。22.5ですね。こちら右側も 22.5 ですね。はい、これで45センチのね四角が描けました。外側に縫い代として1センチつけて生地をカットします。はい、カットできました。カットできたら一旦このような形に戻します。ファスナーのね長さが今回40センチを使いますので、このね生地の端っこから 3.5 センチ足りないんですよ。でそこをまずミシンで2枚合わせた状態で縫います。ここですね。しつけ糸はここだけ取ってくださいね。で反対側も生地の端っこからですね、生地の端っこから 3.5 センチで、ここはちゃんと返し縫いして、でミシンがない方は半返し縫いでしっかりと縫ってください。はい、それではミシンをしていきます。はい、で端っこから 3.5 センチこのようにねミシンで縫いました。こっちもね縫ってます。はい、そうしましたら先ほど広げた形に戻します。で真ん中はね割ってください。はい、これからねファスナーつけていきます。まずファスナーを裏向きにします。裏向きです。はい、で裏向きをしたら真ん中に合わせるんですが、先ほど縫ったこのね 3.5 センチまで縫ったところにこのファスナーの金具が来るように合わせてください。はい、で必ずこのね中心とファスナーの中心を合わせるようにしてください。はい、で待ち針でね留めていきます。
スナーもミシンで縫い合わせるんですけれども、この中心から 0.75cm のところに、ここですね、ファスナーによっては少しこの折り目の線があるんですね。で、ここをミシンで縫っていきます。で、ファスナーのこの虫を上げたり下げたりしながら縫っていきますので、この線よりも少し外側にしつけをかけてミシンをしていきます。はい、しつけが終わりましたので、これからミシンをしていきます。はい、ではこれからねミシンをするんですけれども、ファスナーのこの虫をちょっと上げ下げしますので、このね真ん中にあるしつけ糸を少しね外しておきます。この真ん中ですよ、この 両サイドはね取らないでください。まあ、半分ぐらい取れたら OK です。はい、ではねミシンしていきますね。はい、でファスナーが縫い終わりました。で、次はですね本体と裏布を中表で合わせてミシンで縫っていきます。待ち針をして縫っていきます。で、ここのねファスナーのところをひっくり返しますので、半分ぐらい開けておいてください。はい、ではそれでは周りを縫います。はい、縫えました。最後にですねこの周囲をジグザグミシンして終わりたいと思います。この角の部分ですが少し三角に切っておきます。はい、ミシンが終わりました。ではひっくり返していきます。はい、で角のところはこういう目打ち使ってきれいに出していきます。無理にやると生地が出ちゃうのでね、優しくこの角を出してあげてください。はい、これでクッションカバーが出来上がりました。45センチのねクッションカバー、作り方はいろいろあると思うんですけれども、今回は
モーセラハウス式の簡単なクッションカバーの作り方でした。で、次回なんですけれども、キルト芯の端切れがまだまだたくさんあるので、そちらを使って、クッションの中身、ヌードクッションですね、そちらをね作っていこうと思ってます。また少しね時間が空いてしまうかもしれませんが、気長に待っててくださいね。いつも見てくれてありがとうございます。ステラでした。またねー。